すげえ金だぜ。ネイコン最高だな。この本さえあれば手に入らないものはない。いいか、ちょっとでも妙な動きしたら女だろうが子供だろうが撃ち殺すからな。お願い、誰か早く助けて。キヨマロ、青を引くの者たちが当選簿しているぞ。入れるのか。こうなったら少々荒っぽいが、ガッシュを2階の窓に放り込み、警官が気を取られている隙に俺も銀行へと突入する。あとは運次第。ガッシュ、天に祈ろう。おお、天にお祈り作戦だな。お前の体の丈夫さにかける。カットめガッシュ。なに、私を投げ込む気か。いっけー。そうはさせるか。なに、予想外の展開。なんだ、誰だ。おとなしく出てこい。清丸、痛い。静かにしろ、俺だって痛い。偵察の人間か。とっとと出てこい。とりあえず結果オーライだ。どうなるかと思ったが、まだ犯人に姿を見られていない。幸いあの子供もこっちを気にしていない。これなら俺が犯人を引きつけている間にガッシュを犯人の後ろに移動させられる。そこからなら人質を巻き込むことなく犯人を攻撃できる。完璧な作戦だ。いいかガッシュ、今から俺が考えた作戦を。あれ、ガッシュ何を。我が名はガッシュベル。お主ら悪党を退治しに参った者だ。何なんだよこのクソガキは。俺の完璧な作戦が。いや待て、まだ俺の存在はバレてない。犯人がガッシュに気を取られている間に俺がその裏をかいて何かできれば。うーん、昨日高峰君といたちっちゃいお友達のガッシュ君。おー、スズメ殿、無事だったか。高峰君は、高峰君は来てるの。ええ、もちろんだ。あの台に隠れておる。高峰君、高峰君。うるさい。やっぱり絶好調大吉よ。なんでバラすんだ、あいつら揃ってバカだ。もうダメだ。待てよ、いや、まだなんとかなる。こら、もう一人も出てこい。もし警察だったらお前も含めて皆殺しだぞ。待った、俺は中学生だ。高峰くん、撃たないでくれ。それよりも俺の他にもう一人向こうに隠れている。何、まだ隠れてやがったか。出てこい、出ねえと撃ち殺すぞ。よし、犯人が人質から離れたぞ。しかも今ガッシュは犯人の後ろにいる。今ガッシュが電撃を出せば人質を巻き込まずに犯人を倒せる。どうした、清丸。ガッシュ、じっと犯人を睨んでろ。おお、正義の味方作戦か。これで解決だ。あの赤い本は。行くぞ、ザケル。電撃が出ない。なぜ、昨日と同じように呪文を唱えたのに。そう、もう一度出てくれ電撃。ザケル、キョマロ、私はいつまで犯人とにらめっこしていればいいのだ。どうして出ないんだ。そんな本を持ち出すからどんな技で来るかと思えば拍子抜けだな。まだ使いこなすこともできないとは。随分と勇敢な坊やだと思ったらそういうことか。お前もその本で力を手に入れたつもりになっていたが、けどお前なんか持ってても宝の持ち腐れだろう。その本はこっちへよこしな。逆らうと痛い目見ることになるぜ。しかし絶対に渡しちゃダメだぞ。清丸、私たちは正義の味方だ。ダメを見るのはお前たち悪党の方だ。謝るなら今のうちだぞ。黙れ。まずい、逃げろガッシュ。なんでだ、悪いこともしてないのになぜ逃げる必要がある。ゾレイコム。はっ、耐え、リコム。ひよまろ、寒くてひょっこり。なんなのこれ。ガッシュが凍りついた。ガッシュ、大丈夫か。話しても無駄だよ。もう外の声は聞こえていない。意識もなくなったはずだ。くそ、無駄だよ。君なんかの力で砕ける氷じゃない。これでもうザケルの電撃も出せない。
放っておくと心臓まで凍ることになるよ。それが嫌なら本を渡しな。そのガキもレイコムのように俺のものになるんだ。だけど絶対に渡しちゃダメだぞ、清麻呂。私たちは正義の味方だ。俺は決めたんだ。俺はガッシュで変わるんだ。お前らなんかに本は渡せねえ。弾が殺されないとわからないか。何言っとくが脅しじゃないぞ。今の俺は人を殺すことなんか何も怖くねえ。警察だって全然怖くねえ。俺は強いんだ。この本のおかげで力を手に入れたんだ。殺される。やめろ、やめてくれ。水野を死なせたくないんだ。救いたいんだ。何かあった。何ガッシュ。こいつら全員の命じゃない。頼む、救えガッシュ。水野を救ってくれ。ザケル。なんだあれは。突入するぞ。煙を出すんだ。窓を開けろ。ガッシュ。おお、清麻呂、すごいではないか。一体何をやったのだ。あ、何をって、また何も覚えてないのか。いや、氷の中で意識を失いかけた時、清麻呂の声が聞こえたのは覚えているぞ。まさかこの本を通して俺の心の声がガッシュに届いたというのか。救えという声がしたと思ったら悪党は吹っ飛んでいた。思いのこもった強い強い声だったぞ。思い、この本は思いの強さに反応するのか。計算づくで呪文を唱えても出ない電撃、強い思いの時だけ出る電撃。高峰くん、本当に怖かったよ。助けてくれてありがとう。でも別に俺は何も。何言ってるのよ。高峰くんが細工して配線をショートさせたから犯人を倒せたんじゃない。さすが校内一の天才だわ。え、どうか清麻呂、私も教育係として鼻が高いぞ。これで一件落着。今日も正義の味方作戦は大成功だったな。だけど何かとっても大事なことを忘れてるような。大事なことを忘れてる。犯人はどうだ。来ないぞ。は？嘘。カブトムシ銀行の事件は中学生の勇気ある起点により人質は無事救出されましたが、犯人は今もなお逃走中です。クソ。仕返しはきっちりするさ。